ねはい警察呼んでるんだったら待っちゃいいんじゃないですかねお前やくよい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 くよ <シ>うえっあっ取っちゃった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 ,取っちゃったうわおうもう何こいつ<ッ>すげえ気持ち悪いじゃねえかねサメだらけの海で撮る人間コンテストやって<ッ>うわっ<ッ>口開けてる見えるつらいってやれよお前さ<ッ><ッ><ッ>高速道路で一輪車の練習してて<ッ>最初転ぶぞお前 誰,バカ誰 <laughs> はい私パラレルワールドから来ました、はい、大津彩香さんのことが大好きで大好きでストーカーしちゃう人です <laughs> 大津さん大津さん、はい、よろしくお願いいたします。はい。え今回はですね。えー まあ大津彩香さんに関するお話ということになります。えー、まあ、フライデーの方でね、まあ、記事になっておりまして、似たりしてもらおうと、似たりさせてもらおうというふうに思ってね、えー、今動画撮っております。えー、内容としまして、まあ、タイトル言うか、タイトルはね、えー、こんな私に彼氏ができました。大津彩香が立ち向かう、数奇な人生。<laughs> 恋活そして「怪人たちとの死闘」ということでね、まあ、結構ねフ <laughs> あフライデーらしい記事だなとああフライデーらしいタイトルだなという内容になっておりますでちょっと読ませていただきますねまあねこの「彼氏ができました」っていうタイトルになってますんでまあそういったことも踏まえてね、えー、大橋松の舞の <laughs> まあ見解というかお話をさせていただこうというふうに思います えー、最近、彼氏がでできたんですよ正解は圧倒的に高齢者が多くてほとんど出会いはない80を過ぎたじいさん政治家にあなたは銀座のホステスよりきれいだ僕があなたの党、かっこみんなで作る党の党首になってあなたを雇ってあげてもいいと気持ち悪いアプローチを受けることがあるくらいなるほど。 こんな立橘高し以外にこんな気持ち悪いことを言う人がいるんですね。て <laughs> っきりこんな気持ち悪いことを言うのは立橘高しだけかと思ったら <laughs> 立橘高し以外にもいるんですね。なるほど <laughs> まあいいや続けましょう、えー。だからマッチングアプリを利用していたんですけど私の,経歴をあ私の経歴を知って逃げていく人が多くてそりゃそうですよね。 立花隆史、過去57歳児とか、翼の塔とか、いかにも面倒くさそうな人たちとバジバチやり合っている私と付き合ったから、あ、付き合ったら、自分にもキノコが飛んでくるかもって普通は思いますよね。うん、住所を探され、不要なパンフレットを大量に送りつけられ、都内332カ所に誹謗中傷ポスターを貼られるような自己物件の女とは誰 誰だって関わりたくないはずです。でも、その人は私が何者か、自己紹介が不要なほど知っていて、それでもいいって言ってくれたんです。お相手の男性は、あ、ごめんなさい、お相手は30代の、えー、医療、医療従事者。ごめんなさい、医療従事者、ごめんなさい、医療従事者で、えー、現在、えー、遠距離恋愛中だという。 綾華31歳はこいまいいか30歳は今いいか,歳か,今いいか <laughs> そういうと、えー、記者に写真を差し出した彼を芸能人に例えるならば岡田な,なんだこれ読めないな岡田翔正まあまあいいや <laughs> 岡田何がし <laughs>、うん、もうこういうところがおっさんだよな <laughs> 全然分かんないよ芸能人言われても岡田何がしだろうか 真っすぐな T シャツが似合う爽やかなイケメンであるそれにしてもなんと数奇な人生だろうか芸大で建築あ建設を建築か建築を学んだ大土はひょんなことから政治の道に入りそこから一年も経たずに党首に就任政界入りのきっかけとなった立ち話,の立ち話とウェブ上で そして法廷で死闘を繰り広げているしかもガーシーこと東谷義和先の衆院,衆院補選での選挙妨害公職選挙法違反で逮捕された翼の党黒川敦彦代表など周囲は怪人とも呼べるような人物だらけだったと、まあ、ここからね、まあ、えと黒川君の 話に流れていくんですけどもま,あまずね、この大津さんの恋愛事情についてお話をさせていただこうというふうに思います。恋愛マスターの大橋正信が語らせていただこうというふうに思います。まずね、大津さんがえっと31歳の、違う、30代だったかな、30代の彼氏ができたと。ショックショックまさか あの、おっさんに彼氏ができたとは、ショックです。ハートブレイク。あやかたん。あやかたん。俺のあやかたんが俺のあやかさんで亡くなってしまったショック。ハートブレイクショック。ってな感じでいいですか <laughs> はい。<laughs> まあね。 えー、まあね表になる大津彩香さんですから、えー、お相手の男性が、えー、30代の医療従事者ねお似合いだと思います。医療従事者ってことは、まあ、何,かしら何かしらの先生なんでしょう、ね、お医者さんなんでしょうエリートなんでしょうお似合いだと思います。<laughs> えー、遠距離恋愛中だということでねなるほどねでしかもなんか見た目が、まあえー、と岡田なにがしという真っ青な T シャツが似合う爽やかなイケメンであるとお似合いだと思います<笑><笑>いいですねいいですね素晴らしいですねでここで僕が思う、えー、かなり斜め上を見るようなんちょっとね 大橋正信内の考察をさせていただこうと思いますえー、おそらくですねこのお相手の30代の、えー、医療従事者ね今現在恋愛、えー、遠距離恋愛中だということですがこれねこれ僕の考察ですよあくまでもねはい何の根拠もありませんよはいこれはねフェイクだと思いますフェイクだと思いますはいやはりね大津さんはね あのいろんな男性から言い,言い寄られている現状があると思います。元をたどれば立花詐欺師からあんな気持ち悪い57歳児から言い寄られ「ハあは,ーはー言われた時期もあり、えー、そしてまたねいろんな方から立花以外にもねいろんな方から、えー、ネット上はもちろんリア,ルのリアルの場でも。 えー、いろんな方からね、告白されてると思います。まあ、そういった状況がちょっとね、わわしくて、核、えー、の話を作ったのかなというふうに思っております。はい。ですからね、えー、全国の大津屋家支持者、そして全国の大津屋家ファン、そして大津屋家さんを心から愛している、そこのあなた、そこのあなた、諦める必要はありません。 まだまだわかりませんよ。このニュースがフェイクなのであれば、まだまだ大津さんはフリーです。<laughs> 大津さんはフリーです。諦める必要はありません。はい。ぜひねあ、諦めることもなく、また大津さんから最新の恋愛事情が出た際には、その数をチェックして、好きあらばアタックされることをお勧めいたします。はい。責任は一切取りません。<laughs> はい。とね、あと、 もし仮にですよもし仮に大津彩香さんがもし仮にこの話が本当であったとしてもね30代のサワーいイケメンと付き合っていたとしても皆さんポイントが一つあります遠距離恋愛です遠距離恋愛遠距離恋愛っていうのはねなかなかね時間を作るのが大変会う時間もなかなかない、ね、最初はいいですよ最初は。 最初はね、LINE 電話とか、まあ、でも普通の電話でもいいですよ、電話でもね、メールとかでも、LINE とかでも、ね、最初はいいですよ、最初はい、いいです。でもね、時間が経てば経つほど、だんだん、悶々としてくるわけですよ。はい、なんで会えないの会いたいときに、あなたがいない、横にいない、なんでなの寂しいわーってなるはずですよ。でそんなときに、ね、白馬の王子、また新たな白馬の王子が現れ。 三綾香さんと寂しいのかい悲しいのかい僕がその寂しさを受け止めてあげるよなんてね優しい素敵な男性が現れたらあ「ああ素敵ああ素敵ね30代の爽やかイケメンの医療従事者よりも身近なあなたがいいの」なんてねなる可能性も泣きでしまうはずですからね大津綾香さんが大好きなあそこのあなた独身のそこのあなた諦める必要はまだありません。 まだ大津さんは結婚したわけではありません。諦める必要はありません。全く問題ありません。ね、あくまでも彼氏彼女の関係です。ね、結婚している相手を奪うのは、それはもちろん、ね、倫理的にいろいろ言われるかもしれませんけども、ただあくまでも彼氏彼女の関係であれば、その彼氏よりも優れているという状況を作れるのであれば、全く問題ありません。そういう略奪は全く問題ありません。まあ、略奪って言い方はよくあり,くあり,くありませんけどもね、はい。ものではないんでね。 まあ何もともあれまだまだチャンスは残っていますよ。ぜひ皆さん諦めずに大瀬やさんを頑張ってください。<laughs> 何の話や <laughs> 何の話や <laughs> くだらねえ。こんなくだらねえ話10分もしちゃったわ。<laughs> まあいいや。はい まあね、ちょっと真面目な話をさせていただくとね,、まあ、これね大津さんの恋愛事情に関してはまあこれぐらいにさせていただいてね、まあ、真面目な話をさせていただくと、まあ、結構ねあの、まあ、大津 VS 花の状況をご覧になってる皆さんからしてみたら花、ねえー、のこの暴露話、ねまあ、あのこの恋愛からこう、ね、どんどんこう黒川君の話から立花の話に変わっていくわけですけども。 この立花の暴露話に関しては、この海外をよく、海外を、ね、よく知ってる皆さんであれば、まあ言わずもがなの内容ですよ。とはいえ、とはいえですよ。はい。えー、多くの方が、大多数の方はって言い方しましょうか。世間は、<laughs> えー、立花のこのね、くずな、くず丸出しの内容っていうものは、知らない方が大多数ですよ。はい。ただ、こういった内容を、 YouTube とか SNS とかの発信ではなく、まあ、フライデーさんがね、このように、まあ、記事として、文章として、えー、こういう、まあ、マスコミのね、媒体を利用して、こういった活字にして、世間に出る、ネットニュースとなるというのはね、結構ね、これは、あの、素晴らしいことです。はい。まあ、こういった形でね、改めて初めて知る方もいらっしゃいますから、あ、立花、立花崩しってのは、こんな、 金に執着する醜い人間なのかと、いうことをね、あの、知ってもらうには本当にいいと思います、私は。はい。もちろんね、こうやって YouTube とか SNS でね、情報発信することもいい,ことい,いんですけども、また違った形でこういうね、媒体を利用し、活字となって世間に伝わるっていうのはこれ本当にいいことだと思います。はい。こういったことでね、 えー、改めてもう含めて、まあ、新規で初めて立花がこんなひどい人間なのかと、何が NHK はぶっ差だと、やり気もねえくせにと <laughs> そ、それは僕の感想ですけども、まあね、そういった一面もあると、ね、自民党の、ね、政治と金の問題が結構クローズアップされて、まあ、岸田さんがね、引退、引退じゃねえや、えー、と次の、えー、総裁選に出馬しないことによって、なんかけじめを取ったなんてね、くそぬるいこと言ってましたけども。 それを,輪をかけて仮に執着する醜い人間が橘新しっということがねえこういった形で知られるということは本当にいいことだと思いますえまだ見てない方はねぜひあのフライデー」の記事を見ていただければというふうに思いますしまあこういった形でね立場の悪行が世に知らされること切に願っております まあ、大津さんが、えー、彼氏ができたということでねハートブレイキしているそこのあなた、はい、<laughs> そこのあなた、はい、諦める必要はありませんよ <laughs> <laughs> なんかね、あのー、この界隈での噂ではなんだっけミンツク島の、えー、と明人さん確か元維新になったかなね の地方議員されてた明戸さんとなんか仲がいいみたいな噂もありましたけどもまあもしかしたら本当の仲はその2人の中でその噂を打ち消すためにぼやかすためにこういったフラッシュに上がった「フライデー」か「フライデー」でフェイクニュースを流したのかなんもしかしてなんつったら絶対怒られるな。 絶対怒られるな。嘘ですよ。これは僕の勝手な虚言話ですからね。あの、僕は立場のと違って、こういう虚言話は、あの、ちゃんと訂正しますんで、はい。立場と違って、僕は、はい。真 <laughs> に受けないでくださいね。<laughs> よろしくお願いしますよ。はい。まあ、何はともあれね、こうやって記事になることは非常に素晴らしいことだと思います。えー、皆様のように思われたでしょうかコメント欄の方にコメントください。よろしくお願いいたします。以上です。